はい、おはようございます。栃木の山ハンターのサロメでございます。本日ですね、登ってまいりますのが栃木県日光市にございます観世山ということでございましてね、これからチャレンジしていきたいと思います。でこちらのですね、場所なんでございますけれども、栃木県の日光市のね、日光市街地よりもね、さらに北上したですね、ところにございまして、古川電工っていうね、大きな工場があるんですけれども、そちらのね、裏手にあるような状況でございまして、こちら見てください。林道がね、ある感じでございます。でこちら林道があるんで、まだ車でね、行ける感じなんでございますけれども、こちら見てください。これこれこれ、一般車通行止めということでね、これ看板が出ちゃっているもんですから、まあ、ここはね、まあ、ルールに従ってですね、行こうと思っているんですけれども、こちら観世山のね、案内図ということでね、まあ、こんな感じで出ておりましてね、なかなかでございまして、これ結構ね、この先、まだね、林道ね、距離的にあると思うんですけど、まあそんな感じでございまして、これまあ仕方がないところでございまして、でこちらですね、ちょっとね、駐車スペースがありましたんで、こちらの方にですね、駐車をして、そして、これからチャレンジをね、してまいりたいと思います。それではですね、行ってみたいと思います。はい、登山開始の状況といいますかね、まあ、この最初の林道の状況でございますけれども、杉林ゴンゾースタイルでございますね。まあ、結構今日はね、林道歩き、おそらくですけれども、やっぱりね、1時間ぐらいはね、これ、登山口までかかっちゃうんじゃないのかなというような距離的には予想でございますけれども、まあそんな感じで。まあこのね、林道歩きも、登山のウォーミングアップと思えば、ね、よしとなりますよ。まあそういったことでございまして。全然これ行けますけどね、これね、車でね、普通に。よいしょ、お、展望ポイントかな、これは。おー、いい感じでございますね。日光市街がね、見えますね。おー、いいね。晴れてきましたね。青空がね、広がってきました。よいしょ、まだね、林道、まだ半分ぐらいね、なんですよね。まだまだありますね。はい、もう少しでね、登山口なんですけれども、おそらくね、山火事用心って旗が上がってますんで、これですかね。あ、道標もありましたね。これだ。来た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 、来ました、道標。そんな感じでございまして、よっしゃ、沼の平、恨みの滝、丹瀬ということでございましてね、道標がありました。でね、恨みの滝方面ですね、こちらですねに、向かっていきたいと思います。よっしゃ、行ってみましょう。でここからがですね、もう舗装がなくなりまして、砂利スタイルでございますね。はい、よいしょ。ああ、こちらにもね、書いてありますね。一般車通行止めってことでね。表南対林道って言うんだ。ああ、なるほど。で、まあ一般車はね、ダメだってことですからね。よし。ああ、いいですね。緑がね。いやー、綺麗ですね。よいしょ。おお、この旗がありました。林道交通安全ということでね。あ、で、この先にもね、道標がありましたね。あ、恨みの滝はこっちなんですね。はい。あ、で、こんな感じでございまして。はい、静小屋、南対山ということでね、こっちということで、出てましたね。こっちからも行けんだね、これね、静小屋までね。まあ、そんな感じで。まあ、一般道禁止ってことになってますから、あれでございますけれどもね。はい、こんな感じでございましてね、まだまだ林道をね、進んでいる状況でございますね。よいしょ。
まだまだでございます。で、林道の状況ですけどね、荒れてる感じはないですね。まあ、私の車でも、まあ、四駆じゃないんですけれども、全然普通に通行は全く問題ないと思いますね。よいしょ。ひたすら林道スタイルですね、これね。あ、展望がね、ちょっとあったかな、これポイントが。また。はぁ、あ。ああ、来ましたね、展望。展望ポイント。よいしょ。ああ、そんなわけでございますね、これね。よいしょ。林道。もうちょっとですね、これ林道上がって、登山口っていうかね、まあ、丹前山までの登山口が、もう直接あるような感じでございますけれども。よいしょ。よっしゃ。お、なんか、電波塔ですね。がありましたね。まあ、こんな感じでございまして。よいしょ。あ、電波塔じゃねえや。丹前山の雨量観測所ですね。なるほど、なるほど。雨の量ですね。よいしょ。まだまだ、林道でございます。もうちょっとでね、登山口になると思うんですけどね。お、お、林道のね、なんか広場みたいのがね、ありましたね。ここかな、登山口な。おそらくそうですね。一気に広がりましたね、これね。はい。ね、こんな感じですね。はい。でも道標がね、どうなんだろうね、ここじゃねえか、もうちょっと先かな。あー、これか、これですね。赤いね、テープが貼られてましてね、で、足の踏み場がありまして、まあ稜線的な登り口になってますんで、間違いないと思いますね。でね、ここまでずっと今ね、林道歩き来まして、で、2時間17分ですね、ずっと林道を歩いてきました。距離にして 8.3 キロということでございましてね、ちょっとね、腹減っちゃったんでね、ここで一回軽く軽食休憩をしたいと思います。よいしょ、よっしゃ、小休で行ってみたいと思います。はい、今日の軽食はね、こちら魚肉ソーセージ、これもうまいんですよね。魚肉に限る、これ2本目ですからね、これね。はい、軽食休憩がね、終わりまして、これから丹前山山頂向かってまいりたいと思いますね。こっからね、ようやく本格登山でございますね。よっしゃ、行ってみましょう。 OK、 よっしゃ。あ、間違いないですね、トラウロープもありますんでね。まあ、そんな感じでございますね。 OK、よっしゃ。よし。お、軽く岩場が出てきましたけれども。よいしょ。よっしゃ。おり。これはツツジですよね、きっとね。時期になるとね、これきっと綺麗ですね、これね。でも思ってた以上にね、もっとヤブコギかなと思ったんですけど、全然大丈夫ですね、今のところね。はい。お、岩があった。よいしょ、よいしょ。あれ、あれ、あ、サクッと、サクサクですね。こちら、あ、丹前山の山頂を到着しちゃいました。山名板があります。おっと、そんな感じでございまして、山頂はね、ちょっと笹が生い茂っておりますけれども、こんな感じでございまして、丹前山
山頂でございます。はい、山頂からのね、展望でございますけれども、360度お届けいたします。まあ、こんな感じで山頂って感じはね、あんまりしないパターンでございますね、これね。はい、そんな感じでございまして、で三角点もね、ちょっと見当たんないですね、これね。どこにあるね、ないですね、三角点もね。はい、でですね、ちょっとね、これだとね、ちょっとあれなんで、この先に山頂名はないんですけど、ピークがねちょっとあるみたいなんで、せっかくなんでね、この先にもちょっと行ってみましょうか。あ、この感じでね、よいしょ。お、なんだっけこれ、アザミでしたっけこれ。あー、綺麗だなこれ。あー、すごく綺麗ですね。はい、あ、こっちには、あ、こっちにもありましたね、サメ版が。栃木の山気候のね、山名版でございます。丹前山、標高1398メーター、そんな感じでございまして、はい、でまあさらにね、進んでまいりたいと思います。やっぱりないですね、三角点はね。はい、よっしゃ。足の踏み跡はね、これ全くありませんけどね、こっちの方はね。大丈夫でしょうかね。まあいつもの感じでね、やぶこぎまで、あ、これ上りはね、これこのレベルだとやぶこぎになる可能性ありますけれども、私の、腰上ぐらいですかね。まあそんな感じでございますね。よいしょ。この先にね、まあ、ピークがあるんですよね。だから展望がね、これでなんかね、欲しいですよね、やっぱりね。どんな感じか。いやー、まあちょっとマニアック感がねありますけれども、まあまあそんな感じでね。でもこのぐらいのヤブならよしとしましょう。全然 OK。 よいしょ。笹がねちょっと水含んじゃってるんで、ちょっと冷たいですね。よいしょ。おー、よいしょ。お、ピンクテープがありました。ピンクテープ、なんだろう、でもなんかいろいろテープがすごいな。なんでしょうね、これは。おー、なかなかね、ヤブの高さが出てきましたね。あ、オッケーオッケー。よっしゃ。いやー、これはね、ちょっとマニアですね。ちょっとね、マニア色がね、強くなってまいりましたよ、これは。ちょっと。はあ、なるほどね。これまあ人は入ってないと思うんですけど。よいしょ。あ、ただピンクテープはありますね。だからまあもしかすると結構ポイントになってて、展望がいいのかもしれない。ちょっと情報がね、全然ちょっとこっちの方ネットなんかでも出てないんでね、まあこれも貴重な視聴者の皆様へのね、情報源になると思うんですけどね。ああ、いいんだよ、ほら、あ、だだだだだだ、やっぱり、ああ、だ、おお、もうこれアドベンチャースタイルですよ、これ。どっちなんかな、これ。よいしょ、よっしゃ、アドベンチャー、うれい、おし、お、よっしゃ、よいしょ、おお、おお、いいね、
あ、ちょっとなんかルートみたいな感じで開けてますね。あー、これもあれかな、ツツジの仲間なんかな。結構さ、花が咲きそうな感じしますけれどもね。あ、これはいいね。よし、これはいいですね。よいしょ。お、あー、これちょっと違うかな、これはルートが。これ違うな、多分違うな。これちょっと違うときはね、もうすぐ戻ってね、立て直そう。そんな感じで、ちょっと一応これルートになってる感じなんで、こっちなんかな。こっちもなんか怪しいな、けどまだいいかな、こっちの方は。うん、オッケー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 、まだいいや、こっちの方が。よし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 よっしゃ。いや、ちょっとね、結構部類的にはこれもう激マニア、激マニアまではいきませんかね、ちょいマニアですかね、ちょいマニア。まあ、ただこれ人は来ないでしょうね、やっぱりね、人は。足の踏み跡はこれないですからね。ええ、ただこれ花、多分これ咲くと思うんですよね。そんなね、花の時期はおそらくツツジの仲間なんだか、ちょっと私も花詳しくないんであれですけど、ここおそらくね、すごく綺麗なスポットだと思いますよね、これ花の時期にはね。いや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 、これはなかなか、どうしてなかなか、どうして。よいしょ。ああ、いや、なんかね、ちょっとこの先のピークも展望がある感じがしないというかね、そんなまだちょっとね、わからないですけどね、どんな状況かね。ああ、ああ、マニアック、どっちだろう、これこっちかな、マニアックですね、これは。このね、なんかあれですよね、宝探しのね、この本当にもう感覚なんですよね、感覚としてはね。え、絶景というこの先のピークにお宝があるのかどうか。ああ、これ情報ありませんからね、これね。どんな感じだろう、左、あー、どっちだろうこれ。いやー、これわかんねえ、これどっちだろうね。まあどっちでもいいんだよね、これね、もうここまで来ちゃうと。方角間違えないでね。あ、あれですね、きっとね、このピークですね。はあ、来た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 、これだ、これ進んでいけばいいんだ。あー、痛い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 、あら、あら、おれおれ、よいしょ。おー、すげえな、これこれですよね、これを登っていくわけですよ。あー、ちしょ、これもこっちか、こっちの方か。よし、あー、マニアック、マニアック。いやー、よいしょ。まあ、激と言ってもいいですかね、これね。登山道じゃないからね、これね。ああ、でも、おお、いいね、でかいね、岩がそびえ立ってますね。よし、よっしゃ、こっから行けるでしょうかね。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、行きましょう。
もうこれね、獣道になってるんですよね、これね。こう動物がね、足跡をつけてるんですよね、これ。よいしょ。よっしゃ。OK。OK。よいしょ。こっちかな。こっちまあ上がっちゃえばね、もう、これ山頂ですからね。この上ですよね。よっしゃ。よっしゃ、行くぞ。よっしゃ、かっこいい岩ですね。よっしゃ。よっしゃ。うれい。あれい。よっしゃ。よっしゃ。あらけい。よいしょ。名もなきピーク。もうちょっとですね。名もなきピーク。あれ。よいしょ。よいしょ。あれ、どうだ。どんな感じだ。名もなきピークの状況はいかにということでございまして、もうちょっとだぞ。ああ、葉っぱが、ヤブが冷たい。ヤブが、お、これかな、名もなきピークは。よいしょ。よし。よっしゃ。よいしょ。名もなきピークはね、こちらになりますね。はい。こんな感じで岩がね、ありまして。まあ三角点はやっぱりね、ないですね。ないんですね。はい。そんな感じでございまして。はい。もうちょっとこっち行ってみようかな。まあこの感じだとね、もう、やっぱり展望がないんですよね。まあこっちか、こっち行ってみよう。実質ここが、こっちの方が高いと思うんで、ここだな。名もなきピーク到着でございます。こんな感じで、こちらが名もなきピーク。展望はね、木々に囲まれスタイルでございますね。三角点もないしね。そんな感じで、まあ唯一ですね、こちら、あ、南大山ですかね、あれは。なんだろうな。あ、南大山かな。あ、ちょっと木陰から、あ、木々のね、枝の間に展望がありますけれども、まあそんな感じでございます。まあちょっとね、最強なご褒美的なものはありませんでしたけれども、まあ今回またちょっとね、下山はね、登ってきた林道と別なパターンでね、周回ルートで帰ろうと思っておりますので、そちらの方がおそらくね、展望があるんでしょうね、これね。まあそんな感じで、下山の運びを取りたいと思います。あれ、よいしょ。あれ、あーし、来た。あーしゃ、このポイントに来ましたね。オッケー。よっしゃ。よし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 。オッケー。ポイントに来たけどね、これがまた、これがまたね、なかなかなんですよ。よいしょ。やれ。はい、目の前のですね、このピークでございますけれども、これが、先ほど撮りました、丹瀬山のピークでございます。もうちょっとでね、このマニアック、まあ激マニアと呼んでもいいでしょうか。そこそこマニアでしょうか。はい、それをなんとかね、もうちょいで、はい、攻略できます。これ超えちゃえばね、もうこういうのありませんからね、と思うんですけどね。よいしょ。
マニア、マニア、マニアスタイル。マニア、マニア、マニアスタイルだ。よいしょ、もうちょいだ。タンゼ。おい。タンゼ。もうちょい。よいしょ。はあ。オーケー。オーケー。よいしょ、これ越えて。これ登れば。タンゼスタイル。オーケー。よいしょ。よいしょ。はあ。タンゼ。どこだ、タンゼ。ここか。ここだね。ほら、来た。ね、通過。タンゼ通過でございますよ。はい。もうここまで来ちゃえば。ね、あとは。あとは OK。あと下山のね、これから、ルート取りはね、来た道の林道ではなくて別の周回ルートがありますんで、そちらでね、計画しております。展望がね、おそらくそっちの方がね、いいんですよね。なんで、まあね、いい映像がお届けできると思いますんでね、もうしばらく絶景までね、お待ちください。よいしょ。よっしゃ。よっしゃ、出てきました、出てきました。オッケー、オッケー。よっしゃ。いや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 。そんなわけでございまして。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、来ました。はい。降りてまいりました。来るときはね、こちらからね、ずっと林道を登ってきたんですけど、帰りはね、こちら側から、周回ルートでね、下山してまいりたいと思います。よっしゃ、行ってみましょう。よっしゃ。ちょっとね、微妙に山の方に雲がね、かかってきましたよね。こっちの方はね、青空、まだ出てるんですけどね。よっしゃ。はい、こちらですね、先ほどの林道なんですけれども、これね、林道沿いではなくて、こちら、一応分岐になってますね。で、こちら側ですね、方角的には、こちらをね、降りていくような形になってますんで、これから行ってみたいと思います。結構ね、これも、ちょっと不明確ですね。まあ、そんなわけで、行ってみたいと思います。結構マニア臭がしますね、これね。そんなわけで、行ってみましょう。道標灯ね、全くないですけども、まあ、若干こんな感じでね、獣道的な感じで、多少は道になってんですね、これね。まあ、こんな感じで。まあ、これで間違いないと思うんで、こちらでね、降りてまいりたいと思います。結構これは、結構なあれですね、これね、マニアな、やっぱり匂いがしますね。プンプンしますね、これね。マニアの匂いがね。おお、ありましたありました、ピンクテープがありました。オッケー、こっちですね。おお、でかい岩だな、でかい。よいしょ。はあ、まあまあ、ちょっとこれマニアックですよ。あ、でもテープがね、こんな感じで貼ってあるんでね、嬉しいですね。オッケー。ああ、まあでも許容範囲のヤブでございますね。この程度でしたら、はい、私の深くてもまあ腰ぐらいですからね、いけますいけます、このぐらいなら全然。オッケーオッケー。よいしょ。マニアック、絶対来ないと思いますね、人は。まあ来ないね、これ本当に。よいしょ。結構ね、斜面が急になってまいりました。よいしょ。 OK。 よいしょ。 OK。 OK。 よし、オッケーオッケーオッケー。
はい、下山のね、現在の状況でございますけれども、こんな感じでございまして、登山道自体はね、明確的な感じでもないんですけれども、木にね、こうテープであったり、ペンキであったりってことでですね、こんな感じで、印がですね、ついてるんで、まあ、結構分かりやすいですね。大丈夫ですね。よし。いや、はい、今ですね、鹿にね、遭遇いたしまして、ちょっと映像でお届けできないのがね、ちょっと残念なんでございますけれども、このね、藪の中ね、鹿がいて、もう藪をこうジャンプするようにね、鹿ってこう行くんですね。もう歩かないんですね。もうジャンプしてバン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 ね、すごいスピードで、もう走ってきましたけれども、いやすごかったです。よいしょ、よいしょ、いい感じのマニアックスタイルでございますね。よいしょ、マニアックスタイル、オッケー、よいしょ。こっち行くと下山のルートなんですが、こちらにね、なんか沼の平っていうですね、なんかポイントがあるみたいなんですよね。なんでね、ちょっと寄って行きたいと思います。どんな感じかね。激マニア、なんだかね、ポイントがあるんでしょうかね。沼の平、この辺なんですよね。マニアックスタイル、あれですね、あの辺のことをね、沼の平って言ってるんですよね。なんか綺麗なね、湿原でもなってればいいんですけどね。どんな感じなんだろう。あー、痛い。もう方角のみでね、移動してますけどね、これね。よっしゃ、まさにね、これアドベンチャーですよ、アドベンチャー。もう宝探しですよね、完全に。あーこっちから行けっかな。なんでもないですかね。沼の平はね、前方のこの、まあこの部分ですね、これを沼の平ってね、まあ言ってる場所でございますんで、まあ湿原とかそういう感じでもないんですかね。なかなかね、なかなかでございましたね、これね。よいしょ、そうですね、ここですね。まあ何でもないですね、沼の平、何でもないポイントでございました。よいしょ、まあ道標関係は一切ね、ちょっと出てないですけども、よし、激マニア、激マニアだな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、 OK、 おーし、林道に出ました。よっしゃ、これもね、おそらく林道だと思うんですよね、きっとね。はい、来ました。よっしゃ、お、なんか建物がありましたね。これなんだろう、これすごいな、電波塔ですかね、これね。あー、すごいですね。何でしょう、日光テレビ中継放送局ということでございまして、あー、なるほどね、テレビのあれですね、電波塔ですね。了解でございます。よし、で反対側なんでね、下山の運び取りたいと思います。あれ、
こちらね、なんか展望がありそうな感じしますね。ちょっと行ってみますか。あれ、ありますよ、これ展望。おお、よし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 、展望ポイントだ、ここは。オッケーオッケーオッケー。はい、こんな感じでございまして、展望ポイントでしたね。はい、オッケー。ちょっとね、雲出てきちゃいましたけどね。はい、そんなわけでよかったら来て、よし行ってみましょう。オッケー。ゲートがございましたね、これね、ゲートがね。ああ、なるほどなるほど。よいしょ、よいしょ、よいしょ。こんな感じでございましてね。はい、あ、それでね、こちらの、先ほどのですね、分岐ですね、これね、到着しました。先ほどはね、行きはこっちから行きましたからね。はいはい、そんなわけで分岐通過でございます。はい、それではね、あとはもう舗装された林道でございますんで、はい、またね、この林道が長いんですよね。よっしゃ、もうね、林道ショートカットしちゃいたいと思います。もうショートカットですね。もうぐらーっと降りていくようになっちゃうんで、もうショートカットスタイルでね、降りていっちゃいたいと思いますね。よし、はいね、林道もあそこに、おいしょ、ありますんで、よし、林道ショートカット、よし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 、オーケーオーケー、よいしょ、林道ショートカット成功でございますね。こっちも行っちゃおうかな、これ。こっち。よっしゃ、林道ショートカットスタイルだ。これもいけるでしょう。ショートカットスタイル。よし。あれ。ね。ショートカット、ショートカット。ショートカット、ショートカット。オッケー。えいや。よし、オーケー、オーケー、林道発見です。よいしょよいしょ、オーケー、こっちだね。オーケーオーケー、林道ショートカット。おお、そして展望ポイント。あ、ショートカットすると早いですね、やっぱりね。展望ポイントもね、これあれですからね。よっしゃ、よっしゃよっしゃ、ショートカット、こっちだ。ショートカット、ショートカット、あれ、これはちょっとコードがあるぞ。ショートカット、ショートカット。OK。よいしょ。よいしょ。OK。こっちも行っちゃうか。ショートカット、ショートカット。ショートカット、ショートカット。よし。よいしょ。オーケー、ショートカット、ショートカット、よいしょ、オーケー、ショートカット、ショートカット、よいし
OK OK よいしょ、こっちもいいんだ、ショートカット、よいしょ。OK、 よいしょよいしょよいしょ、 OK、 よいしょ、ショートカット、ショートカット、 OK、 よいしょ、 OK。 はい、無事下山完了いたしました。本日ですね、登ってまいりましたのは栃木の山ということでございまして、栃木県日光市にあります丹瀬山ということでございまして、登ってまいりました。登山した感想でございますけれども、今回のルートはね、林道がね、結構多めのルートでございましたね。あとはですね、登山口から丹瀬山までのピーク、これもねサクッとついちゃいましたし、その問題はですね、その先ですねに、まあ、ちょっと植物の名前がわからないんですけれども、ツツジみたいな植物がですねいっぱいあの辺に、ありましたんで、あれがあの花の時期にね、どうかなというところでございまして、おそらくあれがかなりね、きっと素晴らしい花が咲くんじゃないのかなと、まあそんなようなイメージでございますね。あとは足の踏み跡ですね、これもまあ登山者がかなり少ない山なんでほぼないですけれども、結構ねあのピンクテープなんかがね、貼ってありますんで、そんなに迷うことはないのかなというところでございますね。あとはですね、今後ですけれどもね、今回のこの丹瀬山のようなですね、栃木百名山以外の山なんかね、こういったネットなんかでも情報あまり出てませんのでね、おそらく登山者の方参考にしてねいただけるんではないのかなと思いますんでね、まあ、こういったね あんまりこう知られていない、ところをですねこう宝探しをね、するような気分、そういったものがね、なんといっても今回の登山はね、まあ、面白い、わけでございましてね、まあ、そういったことで、今後もですね、土地博以外の山をね、ガンガン上げてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また動画の方を上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。